ちょっと英文をちょっとコピーペーストしたものが続いております。ちょっと次に行きます。簡単に言いますと、これは先ほどのあれですね、BBC に関連して、3人がリリースされたが、まだ2人はまだ釈放されたの。この2人というのは、これはウィル・タマスクとシャハビのことなので、シャハビの方も釈放されたんですが、そういうことが書いてあります。で、次にお願いします。これはこちらはですね、逮捕された映画人たちは非常にこう厳しい捜査をこう受けていると。そして要するに、フランスとかイギリスとかそういったヨーロッパ西洋 の, 権力 の,、手先となったということで、こう厳しいこう尋問を受けているというようなことです。次にこれはですね、ちょっと、これは先ほどのパナヒの件ですね。10月14日のにパナヒが6ヶ月の、6年間の刑が宣告されたと。そして、ラスロフ、に1年間の刑がということですね。先ほど説明したことがあります。次にお願いします。そして、この2、3ヶ月の間に、その他にこう大量多くの映画人たちが、イランのいわゆる情報局ですね、情報局によって尋問されているということです。次にお願いします。で、これはですね、世界各国のいろんないわゆるもう外務省にあたる、外務省あるいは文化省というようなところにあたるところに、あるいは映画やテレビの組織に対して、イランの映画人たちが今、逮捕されているということに関して、それに対するこう声明を発表してほしいということです。そして次ですね。そしてこれは公式のイラン映画あるいはテレビの組織が、例えばそれぞれの国のいろんな国のこうイベントに参加するときにビザを出さないとか、そういった措置を取ってほしいという、かなりちょっと強い文章が出ています。次です。で、これからあとが今の声明文に名前を連ねている方たちの名前で、基本的にはこれは今イランに住んでいない海外に住んでいる人たちです。一番上のこのショーレ・アブダシュルという女優は、これはアカデミー賞でノミネートされたことでもちょっと話題になりましたが、昔のキアロスタミのレポートとかそういった映画に出ている女優で、今多分アメリカに住んでいる方です。そして下の方にはちょっとフィルム X とも馴染みの深いバフマン・ボガディ、ハナ・マフマルフ、モフセン・マフマルフ、サミラ・マフマルフといった人たちの名前が並んでおります。ちょっと他の方は僕もちょっと知らない人なんで、次のこの中で有名な方、一人、ババク・パヤミという上から4番目にフィルム X に参加したことのある一票のラブレターの監督が、おりますし、あと上から2番目のシリン・ネシャットという、これは女性の、アート、アーティストでもあるんですが、恵比寿の、2月にやってます映像祭でですね、作品が上映されたことのある女性 の, アーティスト。で今ちょっとここに名前の出てる人たちが何をしているかというのは多分僕もよく聞かれるんで簡単に説明したいと思いますが、マフマルワフファミリーに関しては、もともとモフセン・マフマルワフはかなり前ですね、多分作品上のセックスと哲学を取ったあたりからですね、もうイランには全く戻らずに、います。で、彼はアフガニスタンやタジキスタンなどでこう映画を あるいはインドで撮ったものもありましたが、そういったところで映画を撮りつつ、基本的に拠点はパリに、置いて、今多分おそらくフランスの市民権のようなものも確か撮っていると思いますが、もう全然あれ以来もう全然イランに戻っていないはずです。
でそのサミラやあのハナ・マフマロフはあのテヘランに住んでいたんですが、その先ほどその選挙がですね、あの終わりまして、その、まあ、ハナがグリーンデイズを取ったときに、おそらくこれはこのままいては危険であるということで、家族を全員あの呼び寄せて、ちょっとこれは確認したのは、多分おそらくパリに今、みんなで住んでいると思いますが、まあ、残念ながらそれ以降、まあ、2年、1年、ちょっと経過しておりますが、何か審査を取っているという話はあの聞きませんが、まあ、全員あの逆に言うと海外にいるので無事であることは間違いないということです。そして、あのバフマン・ゴバディもですね、彼もあの、そのペルシャ猫を誰も知らないのを関連画祭に上映してからあの全く帰っていないはずです。あの彼はなんかドイツに住んでいたりとかロンドンなんかいろんなところに住んでいるという説もありまして、時々メールが来たりしますが、あのなんか審査を取っているという話は、まあ、今のところないんですが、とりあえずあの、まあ、元気でいろんなところにこうあちこちあの行っているというような状況です。でババク・パヤミはですね、この人は一票のラブレターを取った後に、あと2つの思想の間の思考の間の沈黙という映画をフィルム X で上映しましたが、これはあのアフマディ・デジャズ政権になる前の段階なんですが、この時点であのネガを募集されるというですね、あの事件が起きまして、それ以降あのイランには全く戻っておりません。まあ、彼はもともとカナダ生まれ の映画人なんで、あの全くその海外で住むことに関しては多分何も苦労がないはずなんですが、あの、まあ、あのその後あの映画祭で会ったこともありますが、あのなんかヨーロッパのイタリアとかドイツとかそういったところで映画を教えながらあの生活しているということで、なんか審査をいくつか試みたんですが、まあ、なかなかお金が集まらずに実現していないという状況になっております。であの、まあ、このようにちょっと今ですね、イランはあの大変な状況にありますが、もちろんあの全員が全員逃げ出しているわけではなく、あのイランであの映画を撮っている監督たちもいますし、あのフィルメックスにもあの大量にあのイラン映画の、応募がありました。で、まあ、結果的にあのその中で最も面白かったものがこの今回上映した2本だったということで、あの残念ながらちょっとそれを超えるようなあのものがなかったというところもあるんですが、この映画制作自体はそのまま続けられております。あと、まあ、僕の、 まあ、個人的によくしているジャリリ監督がどうしているのかとかよく聞かれるんですが、一応イランにいてですね、新作を撮っているんです。彼は何を撮ったのかわからないですが、今年何か撮影をして、それで間に合えばフィレックスに送ると言ったんですが、どうもまだ完成していなくて、ポストプロダクションをやっているという最中で、結局ちょっと今年は上映できませんでしたが、まあ、来年には上映でなんか 見られるものができるのではないかと思いますが、ただ今とにかくこのような状態が続いておりますので、全くこうちょっと安心はできないんですが、まあ、これに対して何ができるかということを各自考えなければいけないですし、まあ、もしこうプレスの方いらっしゃいましたら、このような状況というのを何らかの形で報道してもらえれば、そのみんながこう気がつくというようなことにもなっていきますので、何か機会がありましたら、こういった特に、まあ、今日 の映画に関連してでも何か記事を書いていただけると非常に助かると思いますし、その記事が出ましたら、それはまあ、セールスエージェントの方に、送りまして、何かそれがもしかしたらこう役に立つのかどうかと、あまり、まあ、楽観はできないですね。もし何かでこう好転するんだったら当然好転してなきゃいけないようなことが、まあ、ヨーロッパの方からずっとこの1年間、行われているんですが、今のところこう何かすごく大きな好転にすることがないというような状況が来ているという状況です。というちょっと、まあ、重い話に、なってしまいましたが、今ちょっと駆け足でご説明、いたしました。時間はもう終了の時間ですね。あ、そうか、これ、ごめんなさい、次の予定が入ってるんですね、ここ、確か。まだ少し大丈夫。少し大丈夫ですかね。ちょっと、次の、イベントの予定の準備とかあるので、あんまりこの、今までできないんですが、もし何か2、3、何か質問があったら、私が答えることができるものがあれば答えたいと思います。どなたか。はい。ね、カナヒっていうのはそんな政治的な作家と思えないんですよ。はい。それで20年間の禁止活動っていうのはどうやってから考えられるんですかね。ね、
そうで、ただね、パナヒは政治の映画を作ってるのを作ってるのは、まあ、チャドルと生きるというですね、まあ、女性の、まあ、イランでのこういろんな問題というのを描いたものとか、あと、まあ、日本ではテレビで、しか上映してないんですが、クリムゾンゴールドというですね、これもやはり、イランで上映禁止になった作品になっています。またオフサイドガールズも、まあ、すごく楽しい映画ではあるんですが、あれもやはりイランではいろいろ問題があって上映できないということでですね、まあ、そういう意味では今までこう結構マークされている可能性のある監督というのは間違いないと思いますし、あとはこれはちょっと我々もよく知らないことではあるんですが、かなり積極的にそのムサビ派のですね、活動に、協力していると言いますか、まあ、やはりイランというのは映画というのが非常に文化の中でも、まあ、大きな要素を占めるので、やはり映画人というのがですね、単なる映画だけ撮っているという人ももちろんいますけど、やはり政治的なコメント等を求められているということがよくありますので、どうもちょっとこういうのはちょっと日本に報道されないのでよくわからないんですが、そのムサビ派のある種の、まあ、スポークスマンのような形でですね、活動していたのではないかという気もします。で、実際その去年1回逮捕されたと言われているのは、先ほどご説明しましたように映画とは関係のないところで逮捕されたりとかしているので、そういう点ではこれは、まあ、映画人がというよりもある種の、まあ政治犯的な意味合いでなのではないかと思います。まあ、でただそれにしても20年間映画制作禁止とかいうのはですね、ちょっとなかなか、ないというか、まあ、中国で映画制作禁止になっている人ってのは何人もいますけど、20年間というのはちょっとあまりにも過ぎますし、まあ、実際そういうことがこうなんか許されるのかどうかということもちょっと疑問な点ではありますが、よろしいですか。他どうなった、はい、一昔前で、ね、マジットマジックの時は、はい、その政府から特にそういった表現活動を制限をされていない作家の中で、その完成映画というか、そういった映画を撮っている作家の中で、はい、やはり注目すべき作家さんや作品といったものというのは現状あるのでしょうか。その国際、国際予選ですか、はい、そうですね、なんか結局国際舞台で賞を取っている映画を見ると、やっぱり何かしらこう社会問題に触れているものが多いのは現実ですね。例えば、まあ、フィルメックスはまだ上映してないんですが、今年のベルリンでグランプリを取った、まあ、アスガー・ファルハディという監督がいまして、まあ、彼の作品も一見するとこうなんか、まあ、普通の市民の話のようなんですが、ところどころにこうイラン社会